全国の麻雀ファンの皆様、こんにちは。本日は第39期鳳凰戦後期 B1 リーグセレクト第1節の模様をお届けいたします。実況を務めます早川凛香です。よろしくお願いします。そして解説には井出康平プロにお越しいただきました。井出プロ、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速開幕戦の対局メンバーの紹介です。まずちーちゃんにこちら、伊藤優子。長く A リーグに在籍していたその実績、タイトル数、B リーグにとどまる器ではないはず。そしてなんちゃ、滝沢和則。M リーグ、コナミ麻雀ファイトクラブ所属。悲願の A リーグ復帰を目指します。そしてシャーチャ、森下正人。前期 B2 リーグ3位での昇級。この勢いのまま A リーグに駆け上がれるか。最後にペーチャ、石立武弘。第11期WRC 優勝、現タイトルホルダー、この勢いは伊達じゃない。はい、以上の4名での対局となります。はい、こちら組み合わせ表となっております。黄色く色付けられたところが本日の対局メンバーとなっています。で、他の卓はですね、もう11時から始まっているようですね。成績表が今こちら出ています。さあ、本日の見どころ、井出さん、よろしくお願いします。はい、今日はですね、かなりもう B リーグもね、メンバーがだいぶ濃くなってきまして、もう実力的にはね、 A に行ってもおかしくない人しかもういないぐらいの感じなので、はい、かなりね、有名どころが揃ってるというか。そうですね、はい、もう強い人しかいないなという印象ですね。誰が A リーグに行ってもおかしくないと、はい、はい、こちら楽しみになっています。見どころありがとうございます。はい、それでは対局場の準備ができたようです。第39期鳳凰戦後期 B1 リーグ第1節1回戦対局のスタートです。立ち合いに古橋隆の合図で対局が開始されました。なお、ルールは一発裏ドラ、カンドラなしの連盟公式ルールでの対局になります。改めまして、井出プロ、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずちーちゃん、こちらですね、伊藤優子、そして滝沢和則、森下正人、石立武弘の並びでのスタートです。そしてドラは Q1。 まず伊藤の敗敗がこちら、悪くないんじゃないですか。パッと開いた感じいいですね。そうですね、ダブトンが統一。さあ、じっくりじっくり色に行くのはちょっとね、ピンズの方になるから、E1 から行くかな。ダブトン統一、何が統一、統一が4組、ね、E1 から、はい、じゃあピンズも見ながらといったところでしょうか。そうですね。さあ、滝沢こちらですね、かわしてにはいいですね。マンズで一メンツ、形は良さそう。そして石立がこちら、ソーズでペンちゃんが埋まったところです。大事だ、ウーピン。確かに統一ほぐしていきましたね。これ手役を見てといったところですか。そうですね、あれちょっとスイッチは追いついてないな。これで追いつきましたね、はい、森下はチューンが統一でした。マンズでも一メンツ。さあ、パワーがくっつきましたね。789はちゃんと見てますね、石立プロは。そうですね。さあ、滝沢これで一歩前進、いいシャンテン、もういいシャンテン。ただダブトンをポン。さあ、伊藤が仕掛けます。ダブトンの仕掛け、本質意識してますね。もう3番から行きましたもんね、はい。さあ、滝沢ローソー、掃除で4連携ができた。これはつもぎります。いつのいいシャンテンは滝沢、はい。さあ、これで789の種が揃ったの石立です。まっすぐ進めていく。ただこの伊藤のダブトンポンの仕掛けに対してね、どう対応していくかっていうところはありますか。そうですね、滝沢さんはこれね、優子さんが、はい、まあ、色だとするとピンズなんで、さあ789マンズを仕掛けていくのか、確定するローワンとかね、動く可能性もあるかなと思ってるんですけど、滝沢さんはなさそうかなっていう。面前で仕上げますか。うん、これで、これでいいシャンテン、はい、一通は崩れた形ですね。まあ、高くなるのはドラドラ重ねてのピンフ、はい、ドラ短期率とかもありますか。あると思いますね、うん。さあ、石立次の数番見たら、優子さんがピンズいったのがほとんど濃厚になるんで、9万短期でも行く可能性はありますね。なるほど、ドラ短期でも勝算はあると。はい、これですね、次数万がここで打ち出されるんで、これを見ると統一落としが丸見えってことですよね、はい。さあ、これでカンパマンでいくかもしれないですね。
これでテンパイだが、お、ここはテンパイ取らず。サブローマンはいいと。うん、カンパーンは拒否したということですね。はい、まあこうは打つけれども、はい、G1 引いてのドラリリースのピンフテンパイは取ると思うんですよね。役がつくのであれば。はい、うん、森下も受けてますね。対応してる様子。はい、石立てくんも受けて、これで3色のイシャンテンになりましたね。はい、滝沢もイシャンテン、ドラをくっつけたい。キューピーテンパイだけど3色ではない。一応リャンピンと切ってね、はい、これは役がない形でテンパイ。おー、泣いてった。さあ伊藤、このリャンピンを仕掛けました。余らせますか。みんな好き勝手やってそうなんでね、余らせましょう。余らせましたね、はい、もうテンパイ入りましたよと、はい、アピールしていく。ただ実際伊藤はまだイーシャンテンです。さあこれを受けて石立て、イーピンキューピンのシャンポン待ちは役がありません。じれったいですね、これもね。滝沢もなかなか引かないですね。じれったい。はい、ドラまだ山に2枚いますけどね。あ、2枚いるんだ。使ってるのは Q1 が、わあ、いいの引いた。あ、さあこれでテンパイと、これはね、これでなんとローピンのシャンポン待ち、テンパイが入ります。タブトモイツ、これで滝沢は一旦ちょっと迂回した形。3番も弱くなりましたしね。さあ石立て、先輩が入っている。何も二山ですか。何も二山。あ、天敗したけど2ピンどうだ。きついか。リャンマンリャンマンでいきますか。滝沢ここは強くいきましたね。これで天敗闇点としました。カンパーワン滝沢。おお、これはもう開局ならではかもしれないですね。強気に出たのは、うん、まあ、うん、これで受けた結果見てっていう、読み切ってとかはないですか。5、6、そうですね、今の瞬間って白3ピンと白なんで、んこれで待ち替え、スッチピンが当たるとすると、はい、5、6、食い伸ばしの可能性もありそうな泣き方なんですよね。なのでさあこのシャーで石立てちょっとギブアップか、まあ、ピン、おー、ローピンだ。積もった。ローピン積もったのは伊藤。ダブトン本一、3900オールで B1 リーグ開幕、大きな加点決めました。これは嬉しいですね。これはあれ4000オール、じゃないね。あ、そうだね、ちょっとずつちょっとずつ返していきます。さあ3900オールで大きな加点をものにしたいと。うん、でもギリギリまでいった石立プロとね、滝沢プロも、はい、面白かったですね、今ね。そうですね、もうピンザ余ってる伊藤に対して数ピンを押した滝沢、役がない形でしたもんね。うん、B1 リーグ開幕戦、早くも面白そうな展開になっています。さあ伊藤の親番がレンちゃん、ドラがリャンピン、また良さそうじゃないですか。ちょっと腕で見えないんですが、あ、いいですね。いいですよね、形良さそうですよね。4、5、6なんか見えそう。さあ滝沢は3層引いて形がぐっと引き締まりました。そして森下はこちらメンツはありません。想像がやや目立った形。そして石田で第一相撲で虎のリャンピン、マンズで3面ちゃんの形があります。もう優子さんもね、リャンピン引いたらぐっと引き締まりますよね。いやね、いいですよね、リャンピン、虎のリャンピンですもんね。うん、石立て小さがあんこになりました。これでイシャンテンか。さすがにパーピンいきますか。うん、具形残りがやや気になるところですか。さあここイソの単野を見てます。見ましたね、はい、打点に寄せましたね。まだこの順目ということもありますかね。うん、パーピンぐらいはね、いっちゃうかなと思いましたけど、はい、すごい千二千リーチは打たないと。打点に寄せてますもんね。うん、さあコンサンピーター、これでイーシャンテン、これでね、イースーチワンのリーチ打ててたけど、タイヤをつ
つけてね、あの高くしたいっていうことですもんね、うん、懐深いですね今のね、はい、パーピンぐらいいっちゃいそう。これでこれで天杯千二千のツモだったけど、これは闇天にしましたね、はい、ウーソーローソーの闇天。うわ引き締まった。さあこれ嬉しい、関連ピン引いたいと。しごろもあるしウーピン一枚打っとくって手もありますね、うん、ここは9アンとしました。さあ森下は本一に向かっていきます。チュンが重なる。これねリーチ行くぐらいだったらさっきのイソイソないと思うんですよね、石立プロは。じゃあまだもっとこねてタンヤオにしたい。うん、これはもう納得いってないでしょうから、やっぱ不満の闇点ってことですよね。うん、これだとまたリーチドライチのリーチでさっきのね、うん、イソイソ持ってる状態と変わらないんで。そうですよね。だからスッチーワンを引いてタンヤオに振り返ったら行くと、はい、積もったらそのまま積もですか？だと思いますよ、うん、小型でさすがに振り手にしないと思うな。ちょっとまだそれくらいの状況にはなってないってことですよね。追い込まれた時はやる可能性あるけどっていう感じでしょうかね。そうですね、うん、さあ滝沢ドラのリャンピン、まあ、あとやっぱりちょっと森下プロがね想図高いんで、想図でのフィニッシュは嫌だっていう。さあ中暗行になった。これリャンピンとか引くと行くんじゃないですか。あ、これ一旦パワータンキー受けそう。そんなことない？そう。あ、チーワンが3枚切れだ。パワータンキーリーチまで考えてるのか。さあ石立ここは考えます。さすがに。考えた上でつもぎり。いろいろな思考が。さあリャンピン重なったけれど。これチーワン切っておいて、はい、スチーピン引いたら3ピン1ピンもあるんで。んあ、もうこの段階で？先に3ピン。もうじゃあドラの頭を固定したと。そうですね、いうことですね。あ、さあこのウーピン仕掛けました伊藤ですね。タンヤドラドラでの発進、これでいいシャンテン。マンズ伸びればそうですね、ローピンローピンでもいいよっていう。なるほど、マンズの伸びを強く見たということですか、うん、こちらですね。だってローピンも一枚切れですからね。そうですよね。これウーピン泣かないで我慢してスッチーピンをチーっていうのはなんかちょっとわかるんですけど、ウーピンは2枚目だったんですね。森下が1打目に切ってました。でもローピンもね1枚切れてるんですよ。うん、確かに。さあこれくっついたけど振り手になっちゃった。いやこれでローピンローピンいくんじゃないかな。 Q1 切ってるんですよ。でもそっか、リャンピンがいるかどうかわかんね。じゃあここはつもぎりと。リャンピンがね実際いないんですけど、はい、実際滝沢と石立が1枚ずつ持ってると、うん、そう森下はマンズでちょっと迂回してるような、ちょっと警戒してる感じがありますかね。うわ、打ってちょっと痛いか。これで振り点含み残すんじゃないですか、うん、これでリャンパワーの振り点が残っています。一旦天杯は逃した形ではありますが、まだ全然組み替えられそう、うん。スチーソーがでも積もった。さあ積もった。石立はそのまま積も上がり、積もドラ1ですね。500銭の1本は600銭100の積も上がり。トンの2局に移ります。親番滝川、石立としても親が仕掛けていたし、まあ、ここはサクッと、うん、ほっとしてるんじゃないですか、うんうん、要はイーソーイーソーでね、はい、1回26、1000、2000の上がりがあったところだったんで、気持ち悪い中でね、はい、とりあえずほっとしていると思いますよ。ほっとした上がりを決めた石立です、ね、あれ上がり逃して親にね2000オールだとか、うん、ちょっと嫌ですね。もうちょっと気持ち悪いですよね。確かに。石立はマンズで一メンツ、どうもマンズで一メンツ。ドラはまたもやりアンピンとなりました。メンバー構成がね面白いんですよ結構今日の。はい、面白いというと、結構豪の選手が2人いるんですよ。豪の選手っていうのが滝沢さんと、滝沢と森下っていう、おーおー、こうあまりかわし手を使わないで、なるほどなるほど、しっかりズドンとくるのが2人だとすると、優子さんどっちもあるようなイメージだし、はい、
もう石立君に関してはね全部やってくるんで何でも。あ、そうですね、レンジがすごく広い選手ですよね、うん、広い、はい、石立さんと私何回かこのメンバーでいうと打たせていただいたことがあるんですけど。ああ、そうなんですか。そうなんです、本当に仕掛けが多いですよね。そう、仕掛け、はい、で、その安い時もあれば本当に高い時もあって、もう結構こっちは混乱してしまうっていうか、うん、そんなような印象があります。で、第11期 WRC も優勝されましたし ね、とにかくね、麻雀 IQ は高い選手ですよ。はい、やっぱ引き出しが多い人っていうのはすごいその分研究されてるというか、強いですよね、強い、まあ、普段からそういう稽古もしてるんでしょうね、その泣く準備、さあ森下、形がどんどん良くなりました。678が見えています。伊藤はトンが統一、いいシャンテン、ポンテン取りそうですね、高くなる、うん、見込みがないんで。現状トップ目っていうのもありますか。うわあ、これどうする、パーソー3枚切れというわけで、これで678とはグッバイ。おお、薄いドラ引いた、天敗ですが、とりあえずどうしますかね、ピンズ払ってきますか。これで取りましたね、闇点ですね、ペンチーピンでの天敗が入ります。役はない形で、リアマン引けば3色確定と、234ですね、はい、その変化を見ています。武田さんもいいシャンテン、あららら、4枚目、678を行って、見切ったばっかりで行って、4枚目だよ。こんな来なくてもいいじゃないか。さあ、トンがアンコイだった糸、これで転売、とりあえず貫浪ピン、貫浪ピンでの闇点が入ります。役があるので上がれます。転売が3社、あ、はい、2社で、竹田はイーシャンテン、ド級のイーシャンテンが1人、はい、森下はタンヤドラドラ、そして石立も天敗ですが役がない。伊藤貫浪ピンです、カンパーピンにしない、間違えませんでしたね、はい、選択は早かった、はい、ドラドラですからね、これで目いっぱい、目いっぱい、ポンテンも効く形です。森下イシャンテン、パンパンにしない、うん、スリムに構えています。森下じれったいな、引きたい、早く、これでリーチまである、リャンマンが2枚切れになってしまった、まだやめて、町変えましたね、町は変えたけれども役はまだありません。 E1 と9ピンのシャンポンに町変え、おー、さあこれで転敗、滝沢これでリーチといきます。町はウーパーピン、ぶつかりますね、これね、ぶつかる、はい、さあ森下これを受けて、これは有効さんの当たり牌ですよね。そうですね、このローピンまっすぐ行くと、いや、とりあえずチーマン行きそうな気がするんですけど、どうですか、チーマン筋ですね。あ、でも行くのはまっすぐか、ドラドラだもんね。まっすぐ行くと伊藤に当たります。まっすぐ行った方がいい結果な気がします。でもね、1300で済むんです。そうですね、親の連チャンよりも、ね、さあまっすぐ打ち抜きましたが、ね、このローピンを捉えます。伊藤が上がります、うん、トン1300の上がり。さあ、まっすぐ打ち抜いた結果、1300の高重とはなりましたが、親に打つよりはっていうところはありますよね。そうですね、うん、まだ今のが親の当たり牌の可能性もありますけど、はい、でも別にね、森下はパーソー3枚切れてるし、普通に打てばああなるんで。そうですね、ドラドラがもうまっすぐ行きたくなりますよ、うん、まず普通に打ってみてどういう結果がこう来るかっていうところをね、一旦ちょっと見てみて、見てみたい、なんかそういうタイプのプレイヤーなんで。なるほど。さあ、トンの3局に移っています。親番森下、ドラはウーピンです。滝田さんは今の痛いですね。そうですね、嬉しい換算ピン入っての先制リーチだったんですけれども、ここはしっかりと伊藤にかわされてしまった形です。滝田でも形いいですね、今回。森下も悪くない、森下いいね、とってもいい、ただドラがないか。さあ、石立は初はあんこです。ドラも1枚ある、結構みんないいですよ、うん、伊藤ドラドラだ。石立さんはあれっすね、なんかさっきからこうなればいいなっていう手配からちょっとずれますね。そうですね、まっすぐ来てほしいのになんかちょっとっていう、うん、なんか闇点、なんか
踏ん切りがつかないね、うん、そう思い切ってじゃあこれで行こうっていう手があんまり来てないですよね、うん、さあ滝沢パン屋をでまとまるか、オイスターもくっつきのいいシャンテン、石立てもなんか重なります、ヤクヤクドライチ動いていくかな、シャンテン数変わらないけれども、はい、さあ伊藤は自家製のシャーガトイツ、刺し子かピンズかで悩んでたんでしょうけど、これで本戦ピンズの方に、はい、ドラドラですもんね、はい、シャーチャで、シャーは場に1枚切られてるので次切られたら2枚目になります、あ、これで自然と 5-2 に迎える、はい、あららら埋まっちゃった、まあ埋まってもいいですよね、うん、これでいいシャンテン、おピンズに2面つ3面つ作る予定の小切りですね、これね、そうですね、これね、あらいてててててて、小切ったばっかり、滝沢もどんどん形が良くなってきます、なかなかスピーディーですね皆さん、そうですね、うん、さあこれでいいシャンテン石立て、3万が2枚切れだからあっちいる、そうこれでほら6球そのリーチだった、これまだテンパしてない、あ、いいシャンテン、ごめんなさい失礼しました、うわー痛え6球そう、ピあのリーチドラドラ打てましたね、チュン切ってればっていうとこですよね、目いっぱいいけてれば、あらららららら、引いてしまった、引いてて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 、さあ伊藤もちょっといててっていう感じありますよね、これは痛いね、ストレートなリーズも2003球の上がりでしたからね、目に見えてちょっと作られてしまいましたもんね、顔で、まあ、ドラ表数ピン含めてね、あそこで3面ツ作るって結構難しいと思うんですよ、はい、ピンズでね、ってなるとちょっと想像に応援を求めたいというか、うん、さあ、チーピンを引いた、これも天敗ではないと、3を切っとけば一応カンパビンの天敗ではあったけれども、さあ、ここは選択です、まあ、チューンを切ればね、簡単なんですけど、チューンは安全牌で取っておきたい、うん、お守りがやっぱちょっと欲しいんですよね、ってことですね、チーピンはつもぎりました、さあ、親番森下は役なしでテンパイを入れています、うん、ししこれでテンパイ外した形、はい、一通変化ね、マンズでより良いテンパイを組み直します、はい、さあ3ピン、これでテンパイじゃないですか、サブローピンシャー、はい、シャー1枚切れ、いいですね、これはさあ選択できますが、ここはチューンを切ってのリーチ、町はサブローピンシャーです、さあ2度目の上がりがあるか、今度こそこれ上がれたらすごいですね、どっちも上がれたパターンみたいな、どれでも上がってたじゃんっていうやつ、うん、たまにありますよね、うわ森下が欲しいわ、サブローピンシャー、滝沢ローピン浮いてますよね、うん、まあでも使い切ると思いますけどね、はい、さあ森下はこれ嫌ですよね、3層手出し見てるんですけど ね、ただここは行きましたね、行きましたね、2射点でまっすぐ、さあ石立てもちょっと嫌な感じの範囲、まあ両ピンでロンなら何点よっていう、うん、ここはまっすぐ、はい、2射点です、シャーはまだ山に1枚、これは取ります、天敗ですが、まあ、両マンは取りそうですよね、でもウーソーも3層も通る、あ、ウーソーもチーソーも通るんですよ、そうですね、現物ですか、あ、チーソーは現物で、ウーソーは中筋、そうですね、両層が通ってる、まあ、ここは取りました、取りましたね、はい、親番森下連チャンにかけてテンパイを取ります、なんか深いですね、何のポンテン取りたいんですよ、石立てですね、うわ、いって言ってもう各社いろんな裏目が、さあローピンこれで転敗、どっちで行く、ウーアン行きますね、さすがにウーアンを切っての闇点、闇点なんと数アンのシャンポン、うん、ドラのウーピン、
さあどうなっちゃうの。3人転廃が入っています。滝沢以外3社が転廃。さあ今ウーピンが通ったばかりの筋ですね。シャーも1枚いるんですもんね。シャーまだいるんですよ。ローソーもめっちゃいるんじゃないですか。2枚か。はい。うわー、森下スッチン上がりあったん。マンズでね、はい、言ってればスッチワン面品一通。いやー、もうなんかみんないろんな裏目が。まあでも E1 ね、3枚切れだからしょうがないよね。もう時間的にも普通っちゃ普通なんですよ。そうなりますよね。なんかみんなでもまっすぐ行けたの石田って。おー、やっぱり石田上がるよね。この難を捉えます。初難ドライチ6400の上がり。石立てが今度は上がります。これは優子さん痛いよ。そうですね、上がりがあっただけに、目に見えてた上がり。先ほどのね、ちょっと裏目がちょっと見えてただけに、伊藤どのような思いがあったのか。下が来る順番に遊ばれてますね。さっきから4枚目に遊ばれてる。678の時と、今の最後の4枚目の E1 と。4枚目の E1 引ければね、はい、今もうスッチ1で上がりありましたから。そうですね。さあ、トンの4局です。親番石立て、石立てはタブトンから、そしてドラはペイです。伊藤ドラドラですね。ドラドラ、ゆうこさんいいっすね、今日ね。今日来てますか。来てますね。独居の宝珠にはなってしまいましたけれども、ここからまた巻き返してことですよね。ドラが寄ってきている。想像に行くってことですね、うんうん、両方追った風ですからね、さあ森下も手形がいいですね。森下だけどペイチャなんで、はい、ペイは結構残ると思うんですよね、森下と石立てが1枚ずつ持ってますね、うん。お高瀬のドラの時はやっぱり本ああいう普通ね、はい、ドラドラの人ってこういう切り出しあんまないんですよ。あんまりないです。ドラ持ってなさそうですよね。そうですよね、うん、だけどやっぱお高瀬の時はやっぱあるんですよね。はい、こう色に寄せていって、うん、それを使おうっていう、動けるようにしようっていうのはね、だからお高瀬のケースに限りやっぱりああいう切りはあるんだなって感じですね。ただ今のところマンズしか切ってないからどっちにいるかは分からないですね、うん、でもまあ変則って変則ってですよねそうですね、やっぱどちらにせよドラはちょっと切りづらくはありますか。さあこれで打ち出されましたら、ね、このペイは伊藤が動きます。おたかぜのペイから仕掛けていった伊藤、うん、これはプレッシャーになりますね。はい、なんちゃでいい動きしましたよ。このウーピン切りっていうのは想像に見えます。見えると思います、さすがに、うん、しかもちょっとやっぱ想像に見せておいた方がいいですね、なんちゃなんで。なるほど。さあこれで一歩前進、結構遠いじゃないですかこれ実際ドラポンしても。そうですね、まだ自敗がこうバラバラと、うん、泣かしてほしい牌も少ないんで、こういう時はねしっかり僕想像ですって見せた方がやりづらいと思います。なるほど、神茶はちょっと時間使ってもらって、うん、じっくりと作るってことですか。そうです、そうです、そうです。で、あまりにも相手の対応が乱暴だったら、はい、ちょっと1枚こう匂わせるようにしておいて、また少し足を止めてみたいな。それでも来るんだったら相手は本手ってことですから、はい、じゃあその時また改めて考えましょうと。そういうことですね。なるほど、なるほど。やっぱ他者から見えた自分のね切り出しっていうの大事ですよね、うん。さあ森下仕掛けましたね。これで関沢の天敗、浮いてる、石立が3枚浮いてる。おお、これでもう天敗感じそう。3万は2山。さあこの3万で上がりたい。サブロック9になった。サブロック9万になったが、9万だと上がれない。3万。さあこの3万捕らえます。森下がさばいた。うん、パン屋を1000点の上がり。お見事。これはいいさばきになりましたね、うん、
さあ石立てとしても2戦4戦積もられるよりも全然先手の好順で済んでよかったと。でももう今ね、はい、優子さんも天杯入りましたからね、多分あの瞬間のチーソー止まんないんで、はい、もうさばき手が入ってる段階でってことですよね。そう、あの優子さんの捨て牌もね、はい、まだ余ってもないし、まだ G しか切られてませんですもんね。さあ何の一曲に移っています。親バイとドラバスーピン、ドラメンツありますよ。悪くなさそう、そして滝沢ソーズで一メンツを完成しました。ローピンがアンコ、そして森下はソーズで一メンツ、石田はこちら、トヨツが3組。これもピンズは意識してるんですかね。なんか行きたいような感じですかね。なんか寄せた方がいい結果になるような日ですよね今日、優子さん。そんな感じありますか。うん、やっぱりとにかくもね、本一寄せて成功してるし、3900オール上がりましたもんね。うん、でもその意識が強くて、多分あの2003球の6球走の時はチーソーひょいって切っちゃったのもあると思うんですよ。そうですね、ピンズがウーピーの時ですか。そうです、そうです、そうです、うんうん、イメージ強いとね、ああいうのフッといっちゃう時あるんですよね。はい、やべえ、ピンズこれ3面って作んのかよみたいな、うんうんうん。さあ糸トーンが重なります。地風のトーンです。とりあえず初行くのか、それともまだ見るのか。あ、じゃあこれはピンズの方には行ってないと、行かないと、うん、いうことですかね。9ピンを切っていきます。滝沢さんがちょっとまだ苦しそうですね。さあ石立てはマンズで一メンツが完成したところ、一歩前進。さあパーピン、じゃあこちらですね。ワンワン打っておくと、うん、パツを残したイーシャンテンだった。伊藤ですね、うん、ドライチャルジ内に寄せていこうってことですね、うんうんうん、はい。森下は本一模様か、ドラのスーピンが浮いています。こちらトーンを打ち出していきましたが、このトーン仕掛けました。伊藤が仕掛けてのイーシャンテン、はい、滝沢結構これ警戒してますよね。そうですね、うん、対応したような印象。さあ石立も自敗が2枚浮いています。ちょっとね、滝沢さんしばらくお休みみたいな感覚あるかもしれないですね。うん、これチーソー切ると一番広い。ここは一番広い選択を取ります、はい、伊藤。となると誰が対抗馬になるんでしょうか。いないですね。そうですよね、結構もう対応してますもんね。うん、さあ EP 貫通、いい判高くなる。これは勘ですね、うん、これは嬉しい、いいハットですね。連盟公式ルール八王中杯の安冠はとっても嬉しい。嬉しい。さあこれで天杯もこぎつけました。スーソーパーソンのシャンポン待ち。パーソン2枚、スーソー1枚、3枚山、結構いますね。あ、さあパーソンここで1枚吸収、うん、もうしっかり受けてますね。はい、ただ町がこれ以上良犬になることもありそう。さあ三者は対応している様子。積もると2300オールかな、これ32の36の40、50、トンドラ1、そうですね、2300オールですかね、積もると70分、ね、はい、はい、出上がりだと60分ですか。積もった時だけは70分になります、はい、出上がりは 5%、 積もると23オールと、どちらでも美味しい、うん、やっぱこの公式ルールの八王中杯の安冠って脅威ですよね。脅威です、うん、もう嫌ですされたら一番嫌ですよね。嫌です
これ自敗とかだと思って嫌ですよね。役配嫌です。もうほぼ満願じゃんみたいな感じになります。つもぎりましたね。はい、手から見せませんでした。はい、さあ一人旅の模様を。スーソーパーソのシャンポン待ちは伊藤です。さあ積もった、スーソー積もったのは伊藤。2300オールトンドライチ70分ですね。はい、2300オール。はい、42分ありますもんね。だから32の42、そうですね、はい、はい、2300オールのつま上がりです。これ美味しいね。おつま上がりになりました。これ1曲では3900オール、何1曲では2300オールと、うん、親番でつま上がりをしっかり決めています。2300オールってもうこの漫画と大差ないですからね。そうですね、6900点ですもんね。大きい。まあ子供の7700とほぼ変わんないですもんね。さあ7の1曲1本番伊藤の親番の連チャンドラはチーマンです。今回はちょっと手配苦しいか。あ、上目、おっと、チーソーからいきました。上目の3色が見えますんで、はい、ちょっと先にね、うんうん、なるほど、ぼかしてってことで1枚 絵を描きましたね。捨て牌の意識ってことですよね。まあでもああいうのって、はい、まあ、そのメリットもあるんですけど、もう789以外は戦わないって考えると3メンツはもうやることないんですよ、はい、となると残りの1メンツを作ることにあのパイをもう1枚多く使えるんですよね、ああいうチーソーを切っておくと。だってチーソーの縦引きは嬉しくないじゃないですか。嬉しくないです ね。789には全くいらないですもんね。ですよね。じゃあその分他のターツで目いっぱい構えられるってことですか。そういうことです。あ、勉強になります。両方のメリットを兼ね備えてますよね。6球層も強くなれば、はい、あの他の一杯でも多くもう一メンツを作るための牌に使えると、はい、いやこういう先切りやったことないんでちょっとやってみようと思いました。うん、だからフリーマージャンを打ちすぎていると、はい、ああいう先切りって本当にできないしなくなるししなくなっちゃいます。できづらい、はい、だけど競技マージャンこういうふうにやっていくと、もうリーチのみにたどり着いてもしょうがないじゃないですか。しょうがないです。役つけたいですもんね。しかも苦労してリーチのみって辛いですよね。辛いです。いや面白いな。さあこれでテンパイですね。石立て、はい、ウーピンとローアンのシャンポン待ち。G1 引けば最高。G1 引きたいですね。エンタンピンドライチ。ウーアンはちょっと渋々みたいな。ウーアン振り手になっちゃうんですけど、はい、それでも行くんじゃないかな。で3層引きはテンパイ外すと思います。お、なるほど。はい。ソーズの4連携で、はい、ただテンパイを作り直す。ドラ表タイミングによってはドラ表のローワンを打って浮かせたイーシャンテンに戻すか、はい、時間がないと思えばウーピンの方で外すかもしれない。さあ滝沢もテンパイが入ります。街はスーチーワンピンフで役があります。チーワンだとドラ、闇天闇天が2人。さあ伊藤もカンパーピンが入って3色の種。うーん、ウーソースーソー面白いですね。あ、でもドラ表のローワン嫌だと思えばウーワン打つのもありますね。とりあえずそこ選択ができないんで、はい、一旦ちょっとまた次の持ってくる牌にってことですね。託したと。滝沢さんはローソー引くまで、はい、闇天続行しそうですよね、このまま、うん、さあこのウーワン、これで振り手に位置といきました。石立てイースーチーワンの振り手に位置、狙いはチーワン。さあこれを受けて滝沢闇天底、森下はどうしましょう。リャンピン打って、はい、ウーピン引いた時ピンフ勝負の可能性はありますね。それかもうまっすぐローピン行くのか、リャンピンは現物。リャンピン行きましたね。さあ現物のリャンピンを行きました、はい。うわ、G1 いいリーチするね。いいリ
一本当にあこれは上がれない。滝沢さん振ることないってことですもんね。そうですね、負けはないです、はい、でも降りちゃうかもしれない。滝沢さんは先に途中で投げますね。うわ、いてなんか思ったように来てくれない。ここでサブロック急走リーチだったと。あーなんてこと。このパーソー現物なんですね。スーワン、スーワン1枚吸収先に来いよって。スーワンね、そうですね。あー一発もだ。またなんてこと。また2ロコール。ウーワン切っておけばですよ。そうですね。いや、いいリーチですよ、本当に。いいリーチ。はい。これ、不意戦リーチなんて誰も思ってないですからね。でも、ゆうこうさんのとこに座ってた人は結構、はい、行くプレイヤーだったら無視して全部行ってた可能性もありますよね。ありえますか。ありますね。この持ち点とかも関係してそうですよね。だし結構風感じますよね。あ、風派ですか。僕風派なんで。あ、風派なんですね。いやだって今日一連の流れ見たら、はい、さあこの数は滝沢が捉えます。ピンフで1000点、1300点の上がり。滝沢ここはしっかりとかわしました。今ね、森下つらかったんですよ。安牌なかったんですよ。森下もいい戦でしたもんね。で、まあ、スーワンで打つなら、はい、ドラがチーマンなんで、はい、まあ、大した事故にはならないだろうってことで、苦渋の選択でスーマン選んで、まあ、実際1000は1300で、はい、全然 OK というところでしょうか、はい、結構ね、だからあれなんですよ、詰まっちゃった時に、はい、打ったら高くなさそうなところを探すのに、やっぱドラの反対側って結構有効なんですよね。ドラの筋で高くなる時っていうのは、あのアニャンメンの時、ね、時ですね。やっぱり2枚使いのね。5677の47の4は高いとかですよね。でもその時だけくらいですか。ですね。あとドラドラのカンちゃんとかね。あー、ありそうですね。3577とかね。確かに確かにそのパターンもある。さあ、何の2曲です。親番滝沢、ドラは9ピン。はい、伊藤は本一に向かっていってる様子。そして滝沢、こちら満塁一面図が完成しました。ピンズでも一面図があります。森下ピンズで一面図、満塁一面図、ドラも1枚ある。そして石立です。なんか石立もやっぱりちょっと本調子じゃないというか、うまいこと牌が来てない感じありますかね。そうですね、思った通りには来てないですよね、うん、今のも嬉しいのは先にチーマンだし、そうですよね、うん、もっと言えばこれから楽しむためにもね、3走引いて、はい、あの二差しの方にこう変化するようないいシャンテンの方が楽しそうでしたもんね。そうですね、なんか思ったように来てくれないだけじゃなくて、リーチしたらなんかね、かわされるっていう、今一つっていうとこですよね。さあ、こっからの巻き返しがあるか。滝沢さんが親でくっつきのいいシャンテン、はい、ドラが9ピンなんでパーピン残してます。こちらです。くっつけたい、はい、ローマンよりも1、2、3も見て一応リアンソ残してますね。3色とドラ引きですね、はい、まあ、3色の方の場合は即利打たないと思うんで、はい、3層引きはいい層引きですね。いい層引きはね、打たないで済むんですけど、はい、3層引いた時ね、両面ですもんね。3位とドラを放っていきます。押さえつけますか。これピンズインで、はい、さあこれでリーチといきます。滝沢町はカンチーピン。まあ、いいって言ってもドラ9ピンですからね。はい、この押さえつけ率、うん、ローピンがバタバタバタ。お9ピン、ほう、お9ピン親には通ってないですもんね。伊藤が切っただけ。え、強気な選択。テンパイですもんね。あ、テンパイか、完了層役がない形。さすがにそうですよね、はい、今あまりにもノータイムでドラヒュッて言ったんで早かったですね。ただ役がないんですよ。強気ですよね。はあ、うんうん、さあこちら、あまりにもひょいっていきましたよね。ひょいっていきましたね。もう現物かのように切ってましたね、うん、でこの上も押してる。この完了層山にはあと2枚あります。そのまま積もったら大きい。
このパターン9ピンでロンって言われるとね、3色絡まないとほとんどゴッパーっぽいんで。はい、でもゴッパーって結構大きくないですか？痛いです。そうですよね、痛いです。ゴッパー痛いです。いや、押してる押してる。まあ、3色絡むんだったら9ピンチーしてそうとか、そういうのもあるのかもしれないですね。だから限りなくゴッパーと。これは滝沢をの打ち方を読んで研究してっていうことです。いやー、研究はないと思うんですけどね。もう手牌に素直にいったんじゃないですか、これ。安全牌も少ないのかな。トーンがあるもんね。いや、ね、あります、あります。やめるのにはね、ローアンもあるしね。はい、全然困らなそうでしたけど、いってますもんね。いってますね。すごい。滝沢の星、カンチーピンは森下も天牌。山西、あ、つもりさん、あんこだ。わー、リーチ。こうなったらリーチだ。3人天牌。すごいね、親番にこのリーチは結構元気いいですよ。元気いいです。はい。森下はカンスーピン、滝沢はカンチーピン、そして追っかけリーチ、石立はイーソーとロアのシャンポン。まあやっぱり2軒目は親に対してのね、2軒目は相当リスペクトしますから。はい。これ行くの、行く。おー、行った。カンスーピン3人天才ですよ。はあ、なんだこれ。あ、チーピンだ。このチーピンを捉えます。滝沢リーチのみですが2000点、リーチ棒2本もつきます。これはリーチ棒すごい多い、ね、美味しい。はい、押さえつけリーチが全然みんな押さえつけになってなくて、リーチ棒が2本。滝沢としてはちょっとヒヤヒヤしましたか。すごいですね、今の曲は。はい、小型の森下石立の滝沢さんの親をやらせまいっていう、あの執念すごかったですね。いや、すごかったですね。石立が掴んでしまった一ピン。さあ、何の2曲一本場です。ドラはいいピン、滝沢の親場の連チャン。いや、いいんじゃないですか、ハイパイ、本が統一。ああいうのね、決まると気持ちいいですもんね。ほっとする。ほっとします、本当に。上げ下げ全然違いますもんね、気持ちの、ね、リーチ棒2本もついてね、ありがとうっていう気持ちにはなりますよね。森下が良さそうでしたね。ドラドラが来てた。もういいシャンテン。滝沢も早いが。だけどこちらドラドラですよ。そう、滝沢さんは高くなりそうにないんですよね。これもいいシャンテンだ。はい。いや、みんないいですね、手が。ちょっと伊藤が遅れるか。森下もスピード感はちょっと難しそうだけど。ただ仕上がったら高い、ドラドラ。滝沢トーンはどうしましょう。いや、泣かないと思う。泣かないですか。泣かない選手だったんだけど、はい、もしかしたら泣くかもしれない。だから最近バランスがねすごい良くなってるイメージあるんで、はい、これも高くなる要素ないじゃないですか。ないです、だってドライ1ピンなんですもん。で、あるんだったらローソー残してると思うんですよ、はい、ね、ゴロチの可能性があるんで、もうローソーのところでトントンっていく選手もいたと思うんですよね。あ、そうですね、タイヤを見てってことですよね、はい。じゃあ泣きそうですね、うん、今の滝沢さんはそれをしなかったんで、はい、泣く可能性は大いにあります。ありそう。さあ、石立もいいシャンテン。でもやっぱりポンするのとね、リーチを打つのって相手にかけるプレッシャーが違うんで、はい、これ安いからね、リーチの方が嫌ですもんね、うん、リーチかけたいですよね。はい、二差しも見ない、まっすぐ、まっすぐですよ。まっすぐいいシャンテンキープ、自分の手にまっすぐ、うん。石立もいいシャンテンが入ってる。あら、伊藤、一番乗りですよ。3番でチャンタ、ドラの天杯、チャン3色。天杯ってくる、闇天。貫禄いい闇天。これ伊藤があっという間に追い越していきましたね。愚形をめっちゃ引いたんですね。ちゃんと3色ドライチ。ちゃんと3色ドライチですよ。危ない危ない。あ、イベコになっちゃった。この3番を捉えます。伊藤が上がり。ちゃんと三色ドライチ、8000点の一本は8300の上がり。一番遠かったのに。いやー、本当ですね、一気に追い越していって上がりまで。いや、滝沢もこれ今いいね、いいペーコができちゃったんですよ。これは激痛。うん、滝沢さん今後悔してるとすると、はい、ハンローピンでリーチ行かなかったことを後悔してると思いますよ。観覧ピンでリーチ行ってたらこの報酬にはなってなかったと。うん、3万ね、そのまま手の中に収まったまんま。あ、そうですね、確かに確かに、いいペーコになったなとか思いながらも報酬は回避できたわけですね、うん、
なんかその手組自体がもう天杯にたどり着いてリーチを打とうっていうような手組に見えたんですよね、僕。そうですよね、うん、あまりその高くするとか街を良くするっていうことよりもいち早く天杯にたどり着いてリーチって打つことまでが仕事かなっていうような打ち方に見えたんですよ、今の曲はね。道中まっすぐね行ってましたもんね、うん、で、ってなると貫禄ピンが6球ピンになってもサブロピンになっても大差ないんで、打点的にはね。じゃあもうリーチして抑え込みっていうのもあったかなと、うん、っていうのをイメージしてたのかなと思ったんですけ ど、 ど闇手を選択してイペイコがついてしまって方針になったと。いやちょっとね痛かったですね、うん、何の3曲、森下の親番です。ドラワッシャー、森下いいですね。ピンズで2メンツ、差し子なんか見えるか。そして伊藤がこちら第3弦見えますか。初チューンと1枚、まあまあね、2ピン、2ピンなんかも先ないんでましたね。ここは何あれですよね、1枚ずつちらついたのかもしれないですね。滝田さんもちらついたというと、さっき親でリーチ打ったのに、はい、2人に追っかけられた。あ、そうですね。あ、これ押さえつけ意味ないなって途中で思ったのかもしれないですね。確かに2人全く押さえつけてくれなかった、押さえつかなかったですもんね。じゃあこのさっきの対応を見てちょっと考えたっていうことですかね。ちょっとその即り、打たせなかったのは森下石立両名の気迫ですよね。さあ差し子、森下リーチといきますね。はい、6戦オールじゃん。3層サブロッソーでのリーチ、3層だと3色がつきます。あららら、3層3山ですよ。森下ついに仕上げました。これは是が非でもものにしたい。3層が山に3枚、ロー層が1枚、あ、3層1枚やりましたね。高めの3層があと2枚になりました。ロー層があと1枚、3山。いや、これは上がりたいね。2番手持ちだし、3層で積もったらもう一気に15巡目ぐらいまでは3層のことしか頭ないと思いますよ、はい、で15巡過ぎたらもうローソーでもいいからお願いしますっていうふうにとりあえずどっちでもいいからと、切り替わると思いますね。じゃ今のところローソーは眼中にないってことですね、うん、今のところはもう3しかイメージないでしょうね。あら、石立てもいいシャンテンになってきた。これ蹴られたら心折れるよ。いや本当ですね。でまたドラギリリーチだからね、高いのか安いのかちょっと分かりづらいんですよ。高瀬のドラですもんね。さあこのパーソーは違うか、考えてるのかと。親のリーチね、やっぱりね、信頼度下がるんですよ、そしたら3層なんか勝負したらあら、ローソンなくなった。これでもうね、上がるなら3でしょ。そうですね、高めしかないです。ドラになった。でもドラがね、もう2枚切れてるんですよね。チートイツ、あー、3層詰まった。無理した、これは嬉しい。大きな大きな上がり、リーチ、ツモ、タンヤオ、ピン、3色、6戦オールで大きく加点しました。本当ね、この人こういう力あるんですよ。わかります。何なんだろうな、目が血走っちゃってるもんこれ上がりに対するなんか貪欲さというか、なんかこういうここぞという時に上がってくる、そんなイメージありますよね。森下6戦折りでつなぎました。親番続行、ドラはローソー、ドラドラのハイパイ、トンもトイツです。一気に来てますよ。一気に来てますね。感じます風。微風じゃないですか。まだですか。まだ微風だと思います。いや、突風が今吹き荒れたかと思ったんですけどね。ちょっと突然すぎるんですよね、多分本人の中でも。なるほど、うん、あ、なんか暴れちゃったわみたいな感じですか。そう、今のはもうワンチャンス神様からもらったっていう感じでしょうね、はい、でも戦ってからね、また森下も、はい、そうなんですよね。うん、気持ちいい上がりこそはね、今までちょっとなかったですけど、ちょいちょいなんかいい感じの天杯とかを入れてましたもんね。まあ反対対照的に苦しいのは滝沢さんですよね。苦しいですね。さっきの8300の補充なんかもね、
さあ仕掛けていきました滝沢、はい、直瀬のペーをポン本一に向かいます。この何三局親番のない滝沢の14,200点持ちの時って何を考えて打ったらいいですか。できればね、はい、高い手でちょっと回復したいなと思うんですけど、満貫2回で一応3万点は超えますが、でも最近そのなんだろう、もう多分 B リーグぐらいまでになってくると、はい、親早く蹴りてえなって、ちょっとああもうこれ以上失点したくないっていうことですか。いやとにかくね、親に上がられる時の失点が一番辛いですよ。今の6000オールとかもね、つも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 言われ始めるときついですか。減り方半端じゃないんで、さあ滝沢白は重なる本店に仕上がるか。森下もドラドラで応戦イーシャンテン、白送らせましたね。さあ石立てもイーシャンテンですか。差し子見えますね。はい、これぶつかりますねまた、うん、いや面白いメンバーだ。白は時間かけましたね、森下は。はい、さあこれで打ち出される。ポンだ、これでポンだ。森下はペンチーワンで転敗、そして滝沢も応戦します。滝沢はまだもうちょっと時間がかかる。森下ペンチーワン、トンドラドラ、コッパは6-1。あら、チーワン山に3枚います。3ピンが貫通になっちゃった。お、なんと、どうしましょう。中はションパイ、想図は、あ、ここ数ピン打ちました。そうだ、数ピン打ってローピン打って差し子ですね、あくまでもね。なるほど。ただローピンを森下にロンって言われかねないっていうね。そうですね、もう親通風呂ですもんね。うん、結構ドラドラな場合結構怖いとこですよね、サブローピンで。ローワン引けばアンカンしそうですよね。三品の勘、うん、まあ、差し子にならないからってことですか。そうですね。お、これは旧案とは入れ替えませんでした。いや手出ししたくないでしょう。したくない、もう見せられない。見せられない。見せないはいいね今のね。ヒントは一個も与えないってことですね。当たるリスクあっても今のってもう手出ししたくないですね。もう何も見せないよと。結構サブローピンに見えてんじゃないかな。あ、さあこれで3色当たるなら当たれと、リーチといきました。町はサブローは3ワンだと3色がつきます。石立のリーチ、ドラドラって考えるとね、サブローピンともう結構マンズ具形とか結構怖いですけどね。だって自分でいっぱい持ってますからね、3ピン、うん、なんせ5枚持ちでしたから。相手がドラドラの時って想像待ち消えるわけじゃないですか。そうですね、もう結構処理してる感じありますもんね。うん、さあ加冠していきました滝沢、でもまだイーシャンテン。3万はなんだ、結構いるの。2枚いる、まだ3万は2枚います。ローワンがあと1枚ですね。チーワンに関しては3枚いますもんね。そう、チーワンまだずっと3枚います。瞬間の滝沢さん止まりそうな気がするけど、でも今言ってるもんな。さあドラガンコになった。これで9万短期に町を変えます。あれ9万もいるよ。チーワン、さっきまでだったら、うん、さあサブローワン対9万。9万も2枚いる。あ、3万いかないかな、行くかな。高めの3万止まるか。滝沢ないよ、ないよ、安全牌が。チュンションパイなんですよ。安全牌がないじゃん。何切るの。じゃあ上に打つから3万だよね。石立の3色、リーチ3色ですね。5500ですか。はい、はい、の上がりになります。いやきついな滝沢さん。滝沢苦しい開幕戦となるか。安全牌がないんですよ。はい、なかったです。せめてチュンとかがね、1枚切られてたりしたら。やっぱりね、競技場でのチューンとかで当たるとでかいんですよね。はい、でかい。数杯の方が安く見えるんで。そうですよ、まさかの差し5回みたいな。はい。さあ、何の4局に移っています。親番石立て、全局は見事な3色上がりました。これはもう、滝沢さんも絶対に先手とかね。失点を防ぐために。うん、
傷を浅く浅くですか。4曲ドラはローワン、森下ドラのローワン1枚マンで1メンツ、石立てがやや苦しいですね。初が統一、メンツがありません。そして伊藤はこちら掃除1メンツは完成、滝沢が早そうですかね。森下今のもね気持ち悪いね。嬉しいこの中盤。あ、そうですね、ドラさえ引かなければあの中盤で打ち取れてたのにっていうのはありますよ ね。なんかやっぱりちょっといまいち噛み合ってないっていうか、ちょっと風感じなくなっちゃいました。そうですね。アリアンソーがあんこになった石立て、今の上がれるとね、なんか一気にギャーンとくるようなイメージあるんですけどね、麻雀って森下ですよね。5%今の上がってるともう一気にトップ目ですもんね。ですね。さあ石立て初を仕掛けました。めんどくせえと思ってる武田さん、多分石立ても3万点超えたいですもんね。ここ安くてもいいから連チャンはしたいところ。うわ、さあ完していきます。みんなだんだん都合よくなってきたね。だんだんうまくはまってきました。さあ伊藤がねその間にぐんぐんと手を進めています。ペーペー行かず、あくまでも3色ピンフ3色をメインに678ですね。はい、さあこれですね、これでローピン切っていいシャンテン、これで678いいシャンテンです。まあ、G1 引いたらどうするんですかね。あ、両面にするか半チャンにするかですか。もうこの半チャン終わらせてピンフのみでもうありそうですね。トップ目ですもんね伊藤、決着しそうですけどね。はい、まあどっちもチーテン取りそうなイメージなんですけど、どうでしょうかね。 G1 が出てもチーピンが出てもはいっていうイメージなんですけど、はい、当てた時にどう反応していくか。森下だんだんちょっと手首のスナップが効いてきましたね。しなってきましたよ。そう、あれね、はい、彼の一つのパラメーターなんです。あ、今いい感じってことですか。少し乗ってきてます、ね、乗ってきてますよね。さあ両面ができた。まっすぐ行くならウーピン、来てるね、パンチプッシュ。あ、これチーだ。でもちゃんと数万と変えるかな。さあどっちを選択するか。まだ風呂入ってない段階だとね、イーソーの方にしましたね。うん、イーソーにしました。もう1枚ドラ持ってきても手広くするか。いっぱいいいシャンテン。さあこれで感じてるね。マンズで両面ができました。選択は今手出し数層見ると数層の方が通りやすそうだけど、さっき9枚いきました、ね、ここは先に9番。まさにパンチプッシュ来てますね。ええ、なんでパンチプッシュっていうか知ってます。わかんないです。なんでですか。パンチパーマっぽいから。そういうことなんですか、うん、あのボクシングとかのパンチじゃないんですね。違います。パンチパーマの方だったんですね。ちょっと知らなかったです。森下はもうずっとパンチパーマですから。これパンチパーマって言うんですか。俺よくパンチって言うとね、はい、天然だっていうこう返しが返ってくるんだ。おさあテンプに入りました。カンチンは役はない形です。あっても昔のヤンキーみたいじゃん。だってそうですね。でも天然なんですもんね。そう、はい、わざとやってるわけじゃないので、決して突っ張りでも何でもないんですよ彼は。自然なパンチ。さあ森下選択できます。パンチプッシュ。スーソーの方はね安全度高そうですけどね。あのイーソー手出しですから、親の石立てに対してですね。スーソーの方が、おっとここはじゃあ単野を見たということですか。さあ石立て仕掛けます。これでスーチーワンでテンパイが入る。初ドライチ、すごいね。キューピンが3枚切れだからですね。なるほど、じゃあもうこっちの受けはもう嫌ってと、うん、じゃあ酸素数層はポンします。すると思いますよ、はい、はい、どう感じはね、役なしの展開。パーソーは行きやすそうですよね比較的。パーソーはローソーが早いってことですか。うんですね。で森下のパーソーにも声がかかってないですね。ただ三色はまだ否定できてない。両層、両層結構危ないですけどね。ここは石立てに対して
ちょっと回りました。タイヤもつけに行きながらっていう、こうさあ天杯。佐藤木沢天杯、サブローワン。サブローワン対スーチーワン。伊藤はちょっと回っています、2ジャン点。サブローワン対スーチーワン対。あ、チーワン、ここに来た。いや、とりあえず E1 行くんじゃないかな、さすがに。はい。うん、E1 行きます。ここは E1。はい。今は現物です。言いそうだった、上がってたな。お、うん、なんか楽しめる感じになってきましたよ。なんか一通みたいな感じに。おお、これは切っていきます。現物あくまでもしっかりと受けつつ転廃できたらっていうスタンスですかね。サブローワンはもうローワン1枚しかないですね。ドラのローワンですね。はい、スチーマンも、いや、スチーマンも1枚しかない。1枚、そうですね、1枚しかない。じゃあ1対1。1対1だけど、はい、あの石立君は変えられる。そうですね、掴んでも大丈夫な可能性がある。滝沢さんはチーマン掴むとアウト。ダメ。ドア、これこれですよ。これは変えられる。はい、これドラですもんね。さすがに、サブローワンにするかウッパワンにするかなんですけど、どっちにしましょうか。さすがにこのままドラっぽいはないと思うんですよね。ここはしっかりと考えます。あ、ウッパワンが目に見えて4枚見え、自分から自分に手配1枚、パワー1、2枚、ドラヒョウ1枚。リャンソーを切るか。ただこのままにしておくと、はい、延べ単になるんで、うん、ここはウーパーにマッチを変えました。7700の方にしましたね。はい、滝沢サブロー1、石田ウーパー1です。自身が履いて、しかもなんと親の4000オールチャンス。ええ、サモリ下はそろそろ苦しいか。リャンワン現物、はい、これで流局となります。石立、滝沢の2人転廃での流局。まあ、ローワン切りは考えてなかったと思うんですけどね。チーワンを切るか、リャンスを切るか、で周り闇点入ってる人がいるかどうか、で自身の点数とか次が配定とかいろいろあったでしょうし、さあ親番石立、何4局1本はこれはペイです。まずは親番の連チャンに成功しました、石立。滝沢さんのテンパイ量大きいですね、今は。少しでも稼いでいきたいですね。滝沢初が統一、統一が3、4組。でしたらこちらです。手形たちが一番良かったのは滝沢ですかね。なんか楽しそうな、そうですね、マンズの本質が見えますかね。はい、あとはそんなに良くないですね。さあ仕掛けたのは滝沢初の1枚目から。仕事きっちりいきそうですね。はい、仕事の方をちゃんと、あ、そのさばきの方で、はい、ってことですね。一人沈みはやらないと。本質はそこまで見てないってことですか。見たいんですよ、本当は。見たいですよね。うん、はい、だけどちょっと特殊状況なんで、あ、これでちょっと見たくなるんじゃないですか。これで箱を打って、うんうん、自然となるのであれば、ウーワンとか外しそうな気がしますけどね。さあ、パーワンポン。これでリャンワの転廃、もうさばきに重きを置いてってことですね。もう行かせないと。なるほど、もうやらせないよと。うん、一人沈みって本当に嫌ですよね。嫌です。一人沈みってね、この後の3回戦やりづらくなるんですよ、結構。みんな慎重にっていうか、みんな丁寧に打ってくるんで、はい、多少ね、慌てる人が一人でもいてくれないと。さあ、ここは滝沢、一人沈みを回避すべく先手での仕掛けを入れています。待ち割りアウンワン。だって一
1回戦終わった時に3人プラスがいるって嫌だ。嫌ですよ。嫌です。相当気持ちよく打たれますよ、はい、お、噛んだ。この発を噛んします。これは嬉しい。ちょっと高くなります。リンシャン。リンシャンはない。ドラ。だがこのリャンウアンなんですけど、リャンウアンがもう山にないですね。嘘。ウーアンだけ。ウーアンが山に3枚。おー、しかもこれね、高ければマンズになっちゃってるんで、はい、ちょっとウーアンも出づらいですよね。そうですね、マンズで張っててもおかしくないってことですか。でもそれ言葉返せば、はい、石立プロも行きづらいってことですから、ね、あ、行きづらい。マンズはね、はい、このぐらいのね手配だとちょっと次のマンズ止まりそうですよね。上目はともかく。さあ伊藤もちょっとこの T1 でね。さあ上積もりました。滝沢407初ですね。400、700の一本場、500、800の積も上がり。これで石立の浮きを阻止します。うん、さあ以上をもちまして1回戦目トップは伊藤、2着に森下、3着に石立、4着に滝沢の並びでの1回戦が終了です。続いて2回戦をお送りします。